では続いては早見さんが次元を超えてはまっている方参りましょうこちらです何でしょうホタテちゃんホタテちゃんにメロメロですあホタテちゃんまあホタテは僕もねもう焼いても煮てもねホタテ大好きだからねホタテ大好きフライでも刺身でもうまいそうそうホタテはうまいよウサギですウサギかウサギホタテちゃんって名前にしてるそうなんですえ 5年前から飼ってるんですけどネザーランドドワーフっていうピーター・ルビットと同じ種族のウサちゃんなんですけど会話は泣かないので会話は不可能なんですけどでももう目で訴えてくるし触り心地はもうモフモフしてるし見た目はもうきな粉餅みたいだしメロメロですとなんでまずホタテって名前にしたんですか この子は食べようと思ってる。違う違う。怖えなこの見た目で実食っちゃう。最終的にはホタテと一緒に食べようと思って。なんで焼いたの？あの名前を何にしようかなと思った時に、もう全然思いつかなくて、あのき近くにあるものを全部当てはめてみたんですよ。なんかペットボトルとか、椅子とか。そのその並びでなんでホタテがあるんか？ あったのね、じゃ。あ <laughs> そうです。海産物シリーズになって。<laughs> おーおーマグロ、いや、違うなで、エビって。<ー>違うな、<ー>だって。ホタテとか。あっ ホタテだーって思ってホタテちゃんだーって見た目の色もちょっと近くてちょっと薄茶色そうですね白とベージュお腹が白くて外がベージュ色あじゃ日村さんと結構近いねホタテちゃんの映像も撮ってきていただきました映像があんのはいご覧くださいホタテちゃん あら可愛いですね。めちゃめちゃ可愛いじゃない。もう本当に絵で描いたみたいな。赤ちゃんの時絵本から飛び出したみたいですね。ちっちゃい時ですね。えまだ子供。今は大きいですね。今はそっか。さっきのがちっちゃい時。ええ、すげえ可愛いですね。はい。なんか俺食べてるわ食べてるわ。牧草を食べてます。さあ食べてね。ホタテちゃんめちゃくちゃ可愛いですね。これ可愛い。可い。オタテちゃん。 え、ウサギって結構その夏行ったりするんですか。本当に種族というかも個体によるんですけど、ええ、うちの子はまあ、そんなにもほっといてくれっていう感じのが結構強くて。呼んでも来るわけじゃないんですか。呼んでこないんですよ。来ない可愛い,い、<だ>それも可愛い,いんだ。ああご飯の時だけ。ああ あの時間が決まってて、うん、ちょっと時間過ぎたりとかすると、うん、なんかちょっとこう視線を感じて横からすごい視線を感じて、えー、パッて見るとうなんですご飯まだですよっていう目で訴えてきたりとかはあります<笑><笑>自分がホタテって名前は認識してるんですかホタテちゃんっていういや多分どっちかっていうともう可愛いしか言ってないから<ー>自分の名前可愛いいだと思ってる可能性は高いです、ね。あーあー